お疲れ様スラットです。今日最後じゃゴールドクでやっていきます。さあ久々のね今日ゴールやっていくんですけども、まあ玄関今日そんないないですね。はい、まあゴール使うぐらいだったら、まあジャイプリプリだったり、まあなんだろうね、なんかまあゴールより強いデッキが単純に多い。はい、かつまあゴールに対して強いペッカだったり、まああとは進化ウィザードだったり、まあ進化テスラで高回転ポイズンだとか、だからほんとゴールドクねに強いカードがまあ多いっていう感じですから、はい。だからわざわざゴーレムを使う理由がないですよっていう環境ではあるんですが、まあちょっとゴーレムねたまには使ってあげようかなと、はい、いうわけでやっていきます。で相手もブラスターだ。いやーこれもう組んじゃおうかな。なんかゴーレムってもうゴレダクネ組んでから考えるみたいなとこあるんで、はい。この後ヤナミを打つのかスケドラを追加するのか何をするのかを考えながら、まあスケドラ追加しとこうやっつって、はい、もうできることないんでね、あとは応援、頑張れ頑張れえ、めっちゃ防衛うまくね、やばい。これ卵のためにザップったんですけど綺麗な防衛されて、マジであの誘導します、逆サイに。危なっ、あんな綺麗に止まるっていうぐらい、さあゴルダクネスケドラが止まっちゃったんでちょっと怖かったっすね。さあプリンスボンバー、フェニー、あゴブジャイかな。さあ、まあ、流行ってるゴブジャイヤナメザップヤナメボイドレイジみたいなゴブジャイだと思います。いやーこれねマジでもう終わる正直これだけで終わる。ダクネを延命する必要があるのかっていう話なんだよね。やば、かわいすぎる。耐えて、うい怖すぎる。いやもうこれされるだけきついんだよね正直。よいしょ、まあ、一旦耐えまして、まあプリンス強いよな。でこれプリンスで破壊できたら理想ですよね。一旦守りからね。え、いやもう強すぎんこれゴーレム、はい、居場所ないですこいつ。もうなんか介護感、圧倒的環境の介護感になっちゃってるんですけど、私はまだ諦めてません。18秒、終わったゴルダクネが本当にね最近全くいないから使ってあげようかなと思ったらこれですよ。かわいそうすぎるな。ヤナメ、まあレイジ、まあ、ボイドプラスレイジとかでねスケドラがちょっと飛んじゃうんだな。それもまたつらい。サクパワンダフル、まあ今みたいなパターンもあるんですけど、今のはね勝てんのかなどうなんだろう、耐えれんのか。ちょっとバットマナースタンプきたな、やだな。2.6 億的な。いやーもう守んなくてもいいかもね、かボンバーだけぐらいな。いやコウモリ一体いったし、まああとはなんかぶっ破してから考えてもいいかも。正直それがゴーレム、はい。いやマジこっからだな。もうね行くしかない。でかっ、マジでかい。はいいややってることグロすぎるんですけど、これでいい。いやでもあれだな、ヒナロール390までいかれてんで、いやーマジで腐ってんだろうなやばすぎな、そのスタンプだいぶバット。まあまあさすがにいいね。まあ後ろからゴルダクネ組んでなんとかか。後衛につくキャラは強いんでね、プリンスにダイナマイトゴブリンにスケドラに
進化ボンネ。いやまあダークネでもファイブウッドで飛んじゃうんだねこれ。いやこのスケトルうざそう。さすがにファイブ。まあ頑張れ。まあ一旦耐えたっていいかこれ。プリンス出したら相手もホグ飛ばしにくいっしょ。いやこの円目熱い。え相手もっかいさホグか。ファイモ2周なんていけんのかこっから。いやーてか普通にホグかこれ。ここのホグがきつかったりもするがワンチャンの防衛の世界もある。でっかファイモ2周回る。いやなんかワンチャン回りそうだよな。スタンプだけは一丁前だな。いやまあ耐えたのでかかったか。いやもうなんかこのゴーレムの枠ジャイにしようかな。ジャイかゴブジャイにしても強そうみたいな。正直そんなとこあるんだよな。エリゴレでも良さそうな。早くね進化してくんねえかなゴーレム。いやゴレ進化したら面白そうだな。ハチコスのまあ進化なんで2回に1回。いやなんならジョージ。いやさすがにないか。さすがに2回に1回かな。強そうだよな。2回に1回進化。ロイジェ6コスで2回に1回進化だもんね。7コスで他に進化カードとか出てないもんな。ちょっと怖い。どうなるんだろうな8コスの進化って。取りまたえて。やばすぎそれ、まあ、耐えたい。ランバーバルンね。あーでトリトンスケトラか。新エタやりそうっすね。ってことはなんか雑に形組んじゃうとゴーレム金起動されてまあ大ピンチみたいななっちゃうんで、もうはいゴリラでいきましょうか。逆再捨てちゃってもいいな。これだけねでプリンスまで行っちゃわないとまずい気がしてます。まあダイナマイトゴブリンでもいいか。いやワンチャン守れそうかこれ。ちょっとニコスボンバーで夢見たくなった。矢の飴使わせました。いやこれはでかい。いやスケダラ残しとくかっていうね。よしけたら強いな。いや俺キングも行かれる可能性あんのか。でも俺が逆にこれキング行くパターンもあんのかもしかして。いや行かなきゃいけないかもな。もしかしてスケドラとザップで止まるか。バルーンこれ。怖っこの防衛怖すぎん。うわやめっちゃ逆サイ来そうだけど早めに出しちゃおうか。雪玉ここのボンバーちょっと熱くない。これでも負け筋がキングへのランバル。キングへのランバルだけ抑えたら勝てるというか普通にもなんか止まんのそうやば。いや形組めりゃめっちゃ強そうだなこれ。ダクネプリンススケドラダイナマイトゴブリン進化ボン。なんかもう強いやつぶち込んだだけみたいな。ってか相手のさタワースキンかっこよくねこれ。初めて見たわ。溶岩マグマ。わあマジそれきついわ。ゴブジャイプリンスさ勝てない。いやマジ嘘やん。そればっかやん。
えぐい、この環境きつい、本当にきつい。もうゴーレム生贄にするしかない。マジできつすぎる。いやマジできつい。まあ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 、ひとまず、ね、ひとまず耐えますと。まあ初戦のねゴレプリプリですよ。ゴレプリプリじゃねえわ、ゴブジェイプリプリか。正面衝突した時にさ、もう完全に勝てないっていう、これまずすぎん？え、マジで強えな、ゴブジェイプリンス。こう思ったら。これやばいよな。これで負けっす。なんか奇跡的な許容で勝てねえかな。いや、マジでちょっとありそう、奇跡的な許容は。やばい、全部がこのさ、ゴレデッキの上位互換みたいななってない。当たればカハ食え、でかい。いやあるよこれね、一時すれ違い通信してもいいかもな。キングおられない程度にね、どうせ相手もシンクザップ回っちゃうんで。いやこれで俺右行きます。いや左か、いや右だ。これダクネうざいぞ相手、今思ったら。いや、ダクネ流すだけマジうざそう。おつ、え、マジありそう。さっきの試合で学んだ。やばい、この、いや、待って、守れよ、こっち。おつい。え、反省、きた。さっきの負けを生かして逆サイダクネでちょっかいかけてコスト使わして、もうダクネだけでよかったんや。いやでもなんかもう次やったらまた負けそうな気がするぐらい強すぎるゴムジェイプリプリ。これに勝つためにはどうすればいいかな。なんか縦線、うーん、難しいな。まあダイナマイトゴブリンをまあ縦線にするとかだけど、結局なんか突破されそうだし、もうきつい。もうゴレをやめるが多分手っ取り早いんだよな。こう見るとゴレもめっちゃ強そうなんだけどな、デッキの中身だけ見るとね。まあ他がそれ以上に強すぎるか、さあ流行りの迫撃砲かな。矢なめあると思うんで、まあボンバーに矢なめ。これダイナメントコブリの爆破当たるの熱くね、スケドラに。だいぶ、まあ許容したっていい、左側できねえか、ギャングとかをブラスターで許容は。いやまあいい、スケドラ裂いてからの矢の飴使ったぐらいか。いやダクネマジ強えぞ、相手のスケドラさえ仕留めれれば。まあダイナマイトゴブリン1回悩むけど、行っちゃってもよさそうだよ。やべ、でかこれ。これでスケドラが止めばさ、いやマジコウモリゲーなんだよね。でゴーレの爆破でさ、ムートもカウンター来ない。え、程よい、なんかコストを使いすぎないけどプレッシャーを全くかけないこともない、程よい攻めでした今のは。自分で言っちゃってるけど、うん、これね許容だっていい。悩んで守っちゃった。いやーこれダクネスケドラまでつけれたら止まんないと思うんだよな、火力ないし。
紅白回んないし。いやだいぶ暑い状況、まあ、何回してもよかったけど、でももう買ったくね。ゴレの爆破やなめとかで飛びそう、飛ばねえかな。おいゴレ爆破優秀すぎ。絶対守れないよ。いやブラスターに対してのダクネが幸せだな。これ変えれる、タゲやばい、タゲ変えれない、まずい。めっちゃいいそれ、相手のボンボやばい、やばい、その良すぎる。神ボンバー来てる。いやまあスケドラさえぶっ飛ばせばっていうね。でゴレ爆破って、いやマジこれ止まんねえぞ。いやしかもたまたまいいダイナマイトゴブリン。さあプリンス行ってからのボンバーまで行って、さあ止まりませんよと。やっぱブラスターってゴレダクネきついよな。まあそのねデッキの中身にはよると思うんですけど、ゴレダクネ好きなら組むだけ。おい待ってブラスター来た、あっつ、いやとか言ってペッカウィザードとかねあるかんな。全然やだよな。急な感染、おめっちゃ追ってきとるやん。いやこれしょってこれかましちゃってもいいけど怖いな。え関さん多くね。今来てんだろうなフレンドが。ウッドか、まあロイジャイ、一気にロイジャイっぽいっすね。熱い、これはケツゴレ。いやだペッカクセほぼ格やん。やばい、めっちゃ走る。いやダクネこれ使っちゃったらもったいねえな。いやペッカか、え違う、なにこれ、アイゴレ工場スリーマスケッティアの世界も見えてきたけど、そんなことあるかな。うわーよくわかんねえの来たわ。マジわかんないですね。一発よくやった。いやーまあわかんねえよ。人気デッキ的な、耐えるか。これはねザップを打って進化ザップを貯めとくのが大事なんですよ。いやマジで人気か、相手デッキめずらしすぎん。次進化工場ね一応。やばなんかムートボーラー、フィニーも邪魔だしな。いやーこのこれコスト使わせよ。でスケドラで守りたい、取れたんだったら知らん。よし、本命はこっち。え熱い、えマジで良すぎんこれ。ゴーレムで両サイドプレイしてるわね。いやめっちゃいい。これでいくとは思えない。よく耐えた、よく耐えた。なんかすごいやらしいデッキだったな、相手のデッキ。ボーラームとアイゴレスケちょっと強そう。やば。何このデッキっていうね。耐えが良かったっすね。踊れオリンピア。なるみ兄ちゃん。ボンバー。まあゴブジャイ臭いかな、これもまた。マサル。いや。まあロイジャイの世界も見えますねこれ。スケウッド。
ブラスターっていうのかな。え、ホグクエイク、アチャクイロイホグの、ブラスター型。いやー、ブラスターなのちょっとやだな。ポイズンかな、そしたら。え、リリスピ、やば。まあ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 、いいダメージは入ったっすけど、もうみたいな。ちょっとやだな。ハンターボンバーエレスピか。いやー、まあこの後進化スケとか来んのかな。まあ月後で安牌か。はい、まあ施設がなさそうなのが救い。あ、つくね、これ。かすれ、おい、踊れオリンピア。よく耐えた。危な、まあ、大砲とかなかったのが救いではあったっすね。そう、マジで耐えるの大事だな。最後に形組むと、まあ、結局強いんでゴーレムってね。通るかは分かんないですけど、ポイズンとか引かなければ、進化テスラとかね、進化テスラポイズンとか、まあ単純にペッカウィザード、ペッカウィザードもでも粘って粘って粘って進化ボンバーで削るとかで頑張れる気がするんですよね。なんで耐えが重要で、相手何も出してこないで、このマイドゥームみたいなのは海外のドミニクっていう選手を、まあ、指してるのであれば、まあ、ラバ使いにはなるが、うーん、まあ、ダックプリの時点で結構ゴブジャイ濃いね。でもブラスターじゃないんだよな。やばいそれ。えっ、おぶれ、息止まんな。捨てちゃうか。いやー、さあジャイっぷりね。まあまあどうだろうな、呪文にもよるが。あ、だフェニックスもだるいね。いやー、もう強すぎんだよな、この。これだいぶまずいですよね。怖っ。マジ怖すぎるってジャイプリ。プリンスのなんか圧がやばいよ。いや、これ端前これいけたら強いんだけどな。
絶対こっちやん。逆かな。いやばマジキング破壊対決あるな。こっからのね、ゴーレム来て、ちょっと熱い。このエレキ、怪しい。急に怪しくなった。ユニットが高すぎる俺。やばい、マジ怖い。やばいこれ。もう右端前これでさ。まあおとなしく一回蓋するか。まだ耐えれる。いやまだ耐えれる。俺はまだ耐えれる。当たれ。でかい。生きて帰る道は耐えるしかないです。マジでまだ耐えれるぞ。耐えるのかこれ。今耐えてるとか、なんなん守ったら勝てるんだよ一応。ボンボ惜しい。よっ、おい、耐えちゃうんですよねと。ジャイプリガンってんの嬉しいな。まあ単純にもプリンスゲーなんだな、ほんとね。います。あー、いや、斜め使うかスケトラか悩んだ。コウモリか、やだね。うわぁ、だいぶやだね。これ、ゴブジェイ作られたら負けです。ダイナマイトで仕分ける。人質に。うわぁ、耐えた。これはね、コウモリギャング、ヤリゴブ、だったらまぁ一旦一枚耐えれれば勝ちですけどね。耐えれるかな。ゴブジェイプリンス、やな、飛んでくるだけマジ新聞最強デッキすぎるよな。いやー、これもういちいち交換しちゃってもいいな正直。まあこれダクブリの範囲当たっちゃうんですけど、まあいいやろ、ダクネぐらい。ごめんな。よし、いや、こうやってプリンスをできるだけ解かせたのならハッピー。来ないで。よし、いや全然いい。俺はもう一枚を耐えることだけ考えてるんで今。いや、これ柳目だったわ。スケドラ多分必要だった気がする。進化ザップを回しとけば最悪ゴブジェイプリンスもプリンスと進化ザップで耐えれるかなみたいな気持ちもあります。よし、いや流れはいい。いやー、ゴレフタで確実に耐えたいな俺。
いやー、進化ザップ、えら。守んなきゃ勝てないの渋いな。うわあ！私ゴーレムいらねえわ。エニゴレの方が強いです。ということで久々にねゴーレダクネ使ったんですけど、まあ環境じゃなさすぎるな。もうゴレをね、本当ジャイとかゴブジャイとか、まあエリゴレとかね、もうなんか絶対違うのに変えた方がね、高回転で周りを出せるので、まあそこが強いかなと、はい、思います。まあまた進化来たらね、はい、ちょっとは。増えるんじゃないでしょうかなと思います。というわけでゴーレムはしばらくさよなら、お疲れでした。